どうも皆さんこんにちは、リコルです。ということでですね、前回の動画で冬木のね、冬木を定数を復元したんですよ。で、このフェイトはね、ストーリーにだいぶね、伏線やら謎やらがね、だいぶいっぱい隠されてるっていうことで、そこをね、できるだけ回収していけたらなと思うんですけれども、まずね、もう早速本題に入っていきましょう。まず、一番のね、もう最大の謎と言ってもいいところですね。マシュと契約したサーバント、これが誰なのかっていうことですよね。今ここにログがあるんですけれども、ちょっと追っていこうか。で、マシュの身体能力とかがめっちゃ向上していて、それがなんかサーバントだと。で、なんかそのカルデア6つ目の実験のデミサーバント、その人間と、英霊の融合、半人半英みたいな、そんな感じの、デミサーバントのなんか実験にその成功したと、やっと。で、その、レフがね、爆破させたことによって、カルデを爆破させたことによって、事前に用意されていたサーバントのマスターも、亡くなってしまったと。なので、サーバントが、消滅する運命にあった。ですけど、マシュにね、契約を持ちかけてきて、能力と保護を譲り渡す代わりに、この特異点の原因を排除してほしいと。それでサーバントになったんですけれども、英霊自体は、その意識、とかはなく、戦闘能力だけマシュに託したっていう感じなんですよね。で、神明は告げなかったので、そのどんな宝具とかかも全くわからないと。なんで最初はね、マシュはね、宝具を使えない状態なんですけれども、冬木でね、空風鈴の徳によってなんとかね、使えるようになるんですけれども、今のところね、そのマシュのね、そのこの冬木のこの段階、この冬木のストーリーが終わった時点のヒントっていうのは盾ぐらいしかないんですよね。この大きく持ってる盾、マシュの盾。で、こんな盾の英霊いたかなっていう、まあ、だいぶ防御特化の英霊なのかなっていうところで、このね、マシュと融合したサーバントっていうのが誰なのかっていうのが、割とこのね、FGO の中でも大きな謎としてね、今後残っていくっていうところで、まあ次第にストーリー進めていく上でね、どん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 ヒントが明かされると思うので、それを楽しみにしたいと思うんですけれども、まず一つ目はこの謎ですね。はい、次ですね。これはね、さっきみたいに、ストーリーの中で、こう、がっつり触れられていたっていうわけではないんですけれども、冬木、これ、後ろ背景見てほしいんですけれども、がっつり炎上してるんですよ。炎上戦都市冬木っていうぐらいだから、それはそうなんですけれども、なんで炎上してるんだろうなっていうところなんですよ。で、この炎上してる冬木でまず思い出されるのが、フェイトゼロのね、一番最後のシーンですね。聖杯が暴走して、キリツグがね、偶然に、シロを発見するっていう、まあ、あのシーンですよね。あのシーンを思い出されるんですけれども、調べてみたんですけれども、フェイトゼロが時代で言うと1980年代、もしくは1990年代ぐらいらしいんですよ。1990年代前半とかかな。で、この FGO のこの冬季の時代っていうのは2004年なんですよ、この今時点で。なんで、ね、年代が全然違うんですよね。だから、その年代が違うってだけで、まあ、切り離していいのかもわからないんですけれども、まあちょっとその年代的に言えば関連性は低い。どちらかというと、フェイトゼロの世界から10年後、第5次聖杯戦争が行われたフェイトステイナイトの時代が、あれが多分2000年前半とかなんですよ。2000年代前半。なんで、年代だけで言えばどちらかというと、フェイトステイナイトの方が合っている。で、それで考えてみると、ここに出てくる、その、なんか泥化したサーバントとかいるじゃないですか。出てきたサーバントっていうのを考えてみると、空風鈴、まあ、空風鈴は泥化してないけど、まあ、空風鈴キャスターとしての限界でしたけど、空風鈴、エミやメデューサ、あとハサンもいたよねとかっていうと、まあ、ここら辺結構ステイナイトの方に出てきたサーバントばっかりなんで、まあ、サーバント的に言っても、もし関連があるとしたらステイナイトの方なんかなっていう気はしますよね。まあ、ただやっぱりステイナイトだったとしても、ステイナイトの空風鈴はランサーとしてのね、限界だったので、まあ、ここではキャスターの限界だからな、ちょっとまたそれにもズレがあるっていうか、まあそのズレはもしかしたらね、その別の世界線になった際のズレなのかもしれないけど、まあそのアニメの方と、ゼロとかステイナイトの方とかと関連性はないにしろ、ここの聖杯って暴走してなかったじゃないですか。FGO の雰囲気において聖杯っていうのは暴走はしてないんですよ。なので、これがなんで燃えてるのかなっていう。まあ、これがただ単にその、戦った後っていうのなら、まあまあまあ、まあそれはそれなんですけれども。まあなんで燃えてるのかなっていうのも、若干引っかかるところではありますよね。でね、まあ、冬木ってことで、ここのね、後ろにかかってる、大橋。これも見覚えありますよね。フェイトゼロで言ったら、あそこの、
勝負、男の勝負の大一番、ギルガメッシュ対イスカンダルの勝負ですよね。あれはね、もう、熱くなったね、胸が。で、フェイト・ステイ・ナイトで言えば、キャスターかな？キャスターが、結界を張って、で、シロとリンとセイバーをね、こう、巻き込んだ結界をね、作ったところっていうのが、まあ、この大橋。なんで、どちらもね、この大橋に関しては、まあ、絡んでますね。アニメの方では。まあ、もしくはね、ルパン対コナンの、コナン対峰不二子のね、橋かもしれません。でね、さっきのね、第4次、第5次とかって聖杯戦争のね、言ってたんですけれども、このね、FGO の世界においては、ここ見てほしいんですけれども、それが聖杯戦争の始まり。つまり、ここにも書いてある、この下にも書いてあって、ここがサーバント発祥の地なのよっていうのがあるじゃないですか。つまりこれがね、FGO の世界ではこの冬季においての聖杯戦争が第一次聖杯戦争ってなってるんですよ。なので、そういう意味で言っても、まあ、若干アニメの方とはね、関係のないのかなみたいな。はい。で、次ですね。ここからは、影のサーバント。ここにいるようなハサンとかがね、泥化して、ないつものサーバントとは違う状態でね、こう襲ってくるっていうところなんですけれども、クーフーリン曰く、セイバーオルタにね、倒されてしまったサーバントが、まあ、その後影のサーバント、泥化してしまったっていうふうに言っていたんですけれども、ここのね、ハサンのセリフとか見てもわかるんですけれども、聖杯を我が手にって言ってるんですよ。なので、その泥化したサーバントも、未だその聖杯を求めてるんだなっていうのがちょっと驚きました。いや、っていうのは何かっていうと、もう、一回セイバーに倒されてからのこの泥化なので、まあ、言ったら、セイバーにね、コントロールされてる状態なんじゃないかなって思うんですよ。クーフーリンも言ってた通り、その聖杯の周りには、セイバーと、さらには影のサーバントたちが見張ってるみたいなことを言ってたんですよね。なので、まあ、もしね、セイバーに従っていないのであれば、そこでね、衝突が起きるだろうし、なので多分、従ってるっていうか、その従属関係に、主従関係にあると思うんですけれども、セイバーと。なんですけど、ここでね、聖杯を我が手にって言ってるのは、もう普通にただのセリフを俺のすごい思い過ごしなのか、まあ、それともこれもね、何か意味が、その聖杯を求めてるっていうことに関して、何か意味があるのかもしれない、とちょっと思ってました。もしかしたら思い過ごしかもしれないけどね。はい。で、ストーリーがちょっと飛んで、もう、アーチャーのね、エミアがね、泥化して出てくるところなんですけれども。で、こいつを倒すところまでちょっとね、行きましで、ょうエか。ミアをね、無事倒すことができると、こういう発言をするんですよ。考えたの花の魔術師。まさかその宝具にそんな使い道があったとは。ここはね、結構いろんなことが隠されていると思っていて。まずね、この花の魔術師っていうのが、自分の陣営にまず誰もいないんですよ、今。まあ、魔術師って言ったらクーフリンぐらいなんだけど、もう別に花の魔術師ってわけじゃないからね、彼は。なので、これは誰なんかなっていうところなんですけれども、おそらくですけど、マーリンのことをですね、確かね、FGO の紹介文とかのあれにも、花の魔術師とかって書いてあったと思うんですけれども、そのアプリがリリースされた時とかっていうのは出てきてなくて、マーリンがその後からね、この FGO に追加されたんですけれども、もう、この時点でマーリンがね、もう、このストーリーに絡んでいるっていうことで、マーリンがどんな人かっていうのをね、手短に説明するんですけれども、マーリンっていうのはアーサー王伝説に出てくる、預言者みたいな人ですね。預言者で、宮廷魔術師だったのかな。なので、まあ、考えたの花の魔術師っていう感じからしても、まあ、ここでもね、なんか予言をしてたというか、未来をこう見据えていたのかなっていう、何か魔種のその宝具に施しているというか、なのかなっていう気がしますね。ちょっとこれは意味深な発言。で、さらにその後もそうなんですよ。まさかその宝具にそんな使い道があったとは。これって多分魔種のこと言ってると思うんですけれども、魔種の宝具ってどう考えても、盾としての役割じゃないですか。そんな使い道があったとはっていうのって、この宝具がもしかしたらもともと別の用途として使われていた可能性が浮上しますよね。そうなると、その別の用途があるんだとしたら、その用途からね、その神明がわかるのかもしれないし、なんかあれなんかな、円盤投げとか、そんな感じで投げるタイプのやつだったのかな。いや、わかんないけど、どう考えても俺らから見ると盾にしか見えないんですけどね。そう。なので、このエミアの発言はね、謎が多いところと、あと、まあ、マーリンの伏線になってるって感じですかね。はい。で、もう、第11節のグランドオーダーのところまで来たんですけれども、
ここでセイバーがね初登場するんですよね。セイバーが初登場した時にここがね次の謎というか、まあ一見見落としがちなところなんじゃないかなって、そのままスルーしてね行っちゃいそうなところなんですけれども、しっかり拾っていこうかなと思うんですけど、ここですね、セイバーが出てきて、もうセイバーって見るからに女の人じゃないですか。結構もうなんだろう、パッと見でもう女の人だなって判断できそうな感じなんですけれども、まあ、これロマンも見てくれればわかるんですけど、男のふりをさせられてたんだよきっとみたいな、伝説とは性別が違うけどって言って言うところなんですけど、ここの魔女の発言なんですよ。え、あ、本当です、女性なんですね、あの方男性かと思いましたっていう、まあ、ここをね、なんで、まあまあ別にただただ見間違えただけなのかなっていう気もするんですけど、でしかもその話のつなぎとして入れたセリフとも思えないんですよ、このマシの発言が。これがなくても別にその後のキャスターのセリフにまあつながるし、無理やり入れたっていう感じじゃなさそうなんですよね。なのでこのマシのね、この発言っていうのが、うん、もしかしたらみんなとは違う風に見えてたっていうところで、サーバントとの融合が何かしらこう影響を与えているのかもしれないんですよ。でそうなってくると、あのマシと融合したサーバントっていうのは、あのセイバーっていうか、そのアーサー王がもともと男だっていうのが頭の中にあるような人物だから、アーサー王が死んでからの英雄、もしくはアーサー王と同じ時期にいたぐらいの英雄なのかなっていう感じですよね。で実はねこれね、あのちょっと調べるとねすぐ出てきちゃうんですよ、そのマシュとのあれが誰なのかっていうのが。まあまああえてここでは言わないんですけど、まあ、なのでこういう考察はまあ割とされていた感じはしますね。はい、そして次ですね、ここだが面白い、その宝具は面白い、構えるがいい名も知れぬ娘、その守りが真実かどうかこの剣で確かめてやろうというところなんですけど、まあこれもね、エミアも宝具に反応してたじゃないですかさっき。だけどまあその驚きの方の、そんな使い道があったとはみたいな感じで驚きの方だったんですけど、セイバーはね完全にその興味津々な感じで言ってるので、まあそういうところからしてもね、あのこの宝具に馴染みのある感じなんかな、セイバーがっていう感じはその受け取れるかな。はい、でここで宝具のぶつかり合いですね。火を鉄槌、極光は反転する、光を飲め、エクスカリバーモルガーン、ホーム展開します。うん、でもやっぱり見るにやっぱり盾としての機能しかないよね。まあそのこの宝具を持ってるあれしかデミサーバントとして融合できないっていう意味で、エミアはそんな使い道があったとはみたいな感じで言ったのかな。まあまあやっぱりでもまだちょっとヒントが足りないですね。ここもですね、あとセイバーが言うんですよ、聖杯を守り通す気でいたが斧が執着にかぶいた挙句敗北してしまったと。まあこの斧が執着っていうのは多分あれでしょうね、この宝具に面白いっていう風に思ったところで戦いを挑んできたっていうところでしょうね。その執着っていうのはそこだと思うんですけど、この聖杯を守り通す気でいたがっていうのが、そのなんでセイバーが聖杯を守り通そうとしていたのかっていうのがまず一つあるし、あとこの後ねレフ出てくるんですけど、はい、でここでレフが出てきて、あのここでね、あのレフの発言なんですよ。セイバーめおとなしく従っていれば生き残らせてやったものを、聖杯を与えられながらこの時代を維持しようなどと余計な手間を取らせてくれた。まあ多分レフのね、あの命令っていうのは多分セイバーに下っていたと思うんですけれども、まあセイバーがねそれを無視して聖杯を守り通そうとしていたっていうところが読み取れるんですよね、ここから。なのでそのセイバーがね何を目的で聖杯を守っていたのかっていうのがすごい気になるところなんですけれども、これもねヒントが少なくてね、ここの話だけじゃわかんないですね。であとこのレフ教授のところにも、その生き残らせてやったものっていう風に書いてあるじゃないですか。で言うてもセイバー確かに強いんだけど、一サーバントじゃないですか。でそのレフとかそのね上の人とか、その組織、レフの組織っていうのって、まあその人類史を消滅させること、今のところ分かってるのはそれぐらいの目的なんですけど、まあその人類史を消滅させる目的にセイバーがそこまで重要な要となる人物になってくるのかなっていうのはちょっと気になりますよね。サーバントなんて5万といるのに、セイバーだけを生き残らせようとしていたのかなっていうところで、
もしかしたらそのセイバーが鍵になってくるのかも。まあこのレフがね、ここら辺のセイバーにちょっとだけ執着していたっていうのも若干気になるところですけど、で、この後のね、セイバーの発言も、また謎がすごいというか、このさっきの、ね、聖杯を守り通す気でいたがっていうのの次なんですよ。結局どう運命が変わろうと私一人では同じ末路を迎えるということか。これがね、俺もだいぶ考えてみたんだけど、難しいね。なんか別の世界線とかでめっちゃ試してたのかな、いろんなルートを。わかんないけど、エトの12のエトの対戦みたいなアニメあったじゃないですか。それのネズミみたいな感じでいっぱいルート試してたのかもしれないし、この発言はね、クーフーリもその後ね、どういう意味だそりゃって言ってるんですけど、まあこれに対しての返答がね、いずれあなたも知るっていう、グランドオーダー聖杯をめぐる戦いはまだ始まったばかりだということをなっていう感じなんですけど、どう運命が変わろうと私一人では同じ末路を迎える。もしかしたら何かをこう変えようとしたのか、もしくは聖杯で何かをしたかったのか。結局その同じ末路を迎えるっていうのは多分あれなんだろうね、多分セイバーがやられちゃって聖杯を守り通せなかったっていうのが多分同じ末路っていうか、その末路なんですけど、だからやっぱりそのセイバーがね、聖杯を守り通そうとしていたっていう、そこがまあ気になるところですね。で、あのこのオルガマリー所長のね発言もちょっとあれなんですけど、グランドオーダーってさっきあのセイバーが言ったじゃないですか。で、多分基本的にサーバントはさ、サーバントっていうか、ある一部の人しか多分知らない名前なんですよね、グランドオーダーっていうのが。で、ここでなんでその故障を知っていたのかっていうところで出てくるんですけど、まあこれはね、あの最初なんだろうと思ったんだけど、この後にレフが出てくるんですよ。あのバーンって登場してくるんですけど、黒幕みたいな感じで、まあそれで黒幕の示唆をしてたのかなっていう。まあレフだったらこの名前を知ってるじゃないですか。なんでレフ経由で伝わったのかなっていうのがまあ一番有力な説なんですけど、もしかしたら誰かからね、違うところから漏れていたというか、違うところから経由で伝わってきたっていう可能性もあるんですけど、まあ一番有力なのはレフ経由ですね、ここは。はい。で、ここからね、あのちょっとね、俺の願望というか、あのこうなってほしいなっていうね、願いなんで、あの肩の力を抜いてね、聞いてほしいんですけど、これですよね。これもうみんながショックを受けただろう、第一章で一番ロスだっただろうっていう、オルガマリーロス、わかんないけど、あったのかなそんなの。いや、俺はね、正直ロスだったね。で、あの、ここで中の肉体がもうなくなっててみたいな、足元に置いたとかいう、もうレフのね、サイコパスっぷりが出てるんですけど。で、まあ、このね、オルガマリー社長今いるのは、残留思念か。それだけがレイシフトしてるっていう状態で、まあ、この後ね、ここら辺ですね。ここら辺で、なんか宙に引っ張られちゃって、君の宝物とやらに触れるがいいとか言って、でカルディアスにね、あの引っ張られるみたいな感じなんですよ。高密度の情報だ。ただここでね、ちょっとね思ったのが、あのそもそもカルディアスってのがどういうのかっていうと、この公式ページにはどう書いてあるかっていうと、疑似地球環境モデルっていう風に書いてあるんですよ。で、ここでオルガマリー所長も言ってるんですけど、高密度の情報体を次元が異なる領域なのよっていう、ブラックホール、太陽、分子レベルで分解される地獄の具現だ。遠慮なく生きたまま無限の死を味わえたまえ。まあ確かに分子レベルで分解はされるっぽいんですけど、なんか、このカルディアスの中で疑似地球環境モデル、いやまあ希望は薄いんですけど、この中で英霊とか英雄とかとなって、サーバントとしてね、あの所長がこうポッて後々出てきてくんないかなっていう若干の期待、希望、望みはね、ちょっとね持ちましたね。いや、ちょっとさすがに悲しいじゃないですか。公式ページとかにも、あの登場人物の欄で、まあマスターマシュフォーさんオルガマリーって出てくるんですよ。だから、いや、そんなね、どでかくこう登場人物の中に乗ってるのに、まさか一章でいなくなっちゃってそのままっていうのはね、なんかあまりにも悲しいなっていう気がするので、まあ俺の望みとしては、後々ね、サーバントとして出てきてほしいかなっていうところを、まあこれは本当に希望的観測なんで何の根拠もないですけど、まあでもやっぱいいじゃん。所長、俺好きよ。はい。ということでですね、今日はね、自分がね、ずっとストーリーをこう、ずーっと何回も何回も見返して、ここどうなんだろう、ここどうなんだろうっていうね、思った、単純に疑問に感じたところを、できる限りピックアップしてみました。で、この冬季はね、序盤のところなので、プロローグとほぼ変わらないみたいなところもあるので、
多分結構いろんな伏線隠されてたと思うんですけれども、まあ頑張ってね回収したつもりなんですけど、もしね漏れがあったりとか、ここの考察ちょっと違くないみたいな何かあったら、ぜひねコメント欄とかでね教えていただきたいかなって思います。コメント欄でね、いろいろいっぱい書いてくれるとね、自分もこう考察のね幅がどんどん広がって、とても楽しいし、視聴者の皆さんとね会話できる貴重な機会なので、ぜひねコメントの方よろしくお願いします。で、次からはね、オルレアン、第一得意点のオルレアンにね行きたいと思います。ぜひねチャンネル登録ポチッとして、次回の、ね、動画更新もお楽しみにしていてください。ということでね、今日はここら辺で失礼します。お疲れ様でした。じゃあな。